よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。あの時俺は嫌な予感がしていた。なぜ彼らが残り俺を先に進ませたのか、その意味に気づき戻った時にはもう一度があるのなら。過去へ戻る。予選ここはさようにございます。ならば、魔猛騎の戦見るがいい。また大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。この戦生き延びられるかわからないが、俺を生かすため犠牲になるなど許さん。助けぞ。やたい威力のみ、私もお手伝いいたします。これは厳しいよ。お見事な武勇にございます。何？貴様らどこから現れた。貴様はここで引き当てろ。必殺ムエーラ戦客。
受けてみよう。俺の番だな。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったぜ。ほらよ。ほう、敵にまだ増援に来る将がおったか。よい、はいはい、我が操り人形に通させよ。よい、敵を滅殺します。魔王騎参上。雪村さんところの忍び、気を変える仮説の術が奴られてるね。はやーし、もう例年は補助力いたす。受けてみよう。こりゃまた意外な援軍だね。宝徳殿はもう敵だと思ってたよ。ようだ、次に言われ、もはや職も義もない。同胞を助けることが受け取ってくれよな。死の本分と心得。てぇ、ほらよ。あれ、私、あれ、うん、私の術が解けた。この力使いこなせておらんな。目の覚める戦に見事、その首いただいた。あざり降りぬか。敵将討ち取ったぜ。はいはい、魔王騎参上。知れたこと。我ら清涼の武が結束すれば何者にも負けはしないからだ。しかり、うん、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。若が戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。お前たちは共に生き延びるのだからな。必殺、我が魂、今こそ披露せん。せい、若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛を何とかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。お見事な武勇にございます。ブイ、俺ごと噛み砕いてくれよ。必殺、そこの武者、わしに付き合え。受けてみよう。
は粗末にできん。絶対じゃ。敵将、打ち取っちゃったよ。俺の番だ。お見事な腕前。何だ。その首もらった。受け取ってくれよな。絶対せよ。液晶撃ち取ったぜ。あれや、音に聞こえた武田の騎馬隊か。さすがに手ごわい。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。あらや、うん、清涼の誇りにかれ遅れは取るまい。目の覚める戦ぶり、お見事。メス。せいぜいあがくがいい。馬王騎艦上。必殺ウェーラ戦脚。口当てろ。おい、骨ごと噛み砕いて。受け取ってくれよな。バカ、門が閉まってるよ。高賃殿、この先の攻めのために自ら門を閉ざしたのか。この武者、私に出会え。ここまでか。未来は若者に託そうぜ。高賃殿、邪魔者が消えたか。門を開けよ。残る者どもを踏み潰せい。メス。やりおる。敵将、馬毛騎が撃ち打った。おお、一段と冴えておいでですな。やるな、大したもんだぜ。まあ、ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将、馬毛騎が撃ち取った。そこの武者、わしに付き合え。はいや、さすが若。
の首もらった。俺の番だな。魔人平の清盛、これほどの数の人間を操るとは恐るべし。復活したって噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。清盛様の真田幸村、とにかく戦うしかないようだな。これ以上戦わせては術が取れる。お見事な武勇にございます。その首いただいた。はいやーふはいやーつい着飾るおげぬか。はいやー敵将魔王が討ち取った。よくぞ劣勢を覆した者よ。どれ必殺無影螺旋脚。はいはい。その部分敵の果てまで語られましょう。よっやっ、俺の番だな。受け取ってくれよな。撃ち取ったぜ。やりよる。じゃが所詮は悪あがきよ。滅びは避けられぬ定めゆえに。よし、お疲れさん。俺たちを助けてくれた若は、こういかなる方法では。これよりは忍びが術にかかるとは。しかし本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃうよ。そうすればそれは叶いませぬ。過去へ戻るには今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに
大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼者の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁氏の意図はその波を貫くこと、叶いませぬ。戦海の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼者の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り、仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには、俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。もん。お見事にございます。